を渡してくれるんだ。確かに受け取ったぞ。本当にこれでいいんだな。ご苦労だったな。ではロジェ様からの評価を発表するとしよう。最高だお前たち。うずく、俺の創作魂がうずいているぞ。完成だ。これこそが爆弾の中の爆弾。有史以来あまたの錬金術師が求めたような気がしなくもない究極の爆弾だ。ドーンが落ちたのは気になるけど、確かにすごそうな爆弾だね。うん、ちょっと見せて。危うく全滅。え、お父さん、この爆弾の破壊力って。そうだな、もし暴発でもしようものなら星が割れる。扱いにはくれぐれも気をつけろ。ほら、この爆弾のレシピだ。お前たちにやろう。いらないよ、こんなの手に余るにも程があるよ。いやいや、そんなことはないさ。成長したお前たちにならきっと。レシピ帳に挟んでおいたぞ。ほら、勝手に、ああ、接着剤でつけてる。こいつは俺たち親子の合作だ。
素晴らしいものを作れて俺は嬉しいぞ。お父さん、もう変なレシピ考えるの禁止ね。じゃないと。うわ、リディが切れた。じゃないと。聞かない方が幸せだと思う。まあこれで懲りるお父さんじゃないよね。私たち一生お父さんのドタバタ劇に付き合わされるのかな。厄介極まりないけど、楽しいは楽しいしね。俺は脅しには屈しない、屈しないぞ。錬金術と創作はいつだって自由なんだ。読書するなんて私には無理。
で平気？よし、始めます。どの触媒がいいかな。これで平気？こんな感じ。よし、始め。どの触媒がいいかな。この調子なら友達には
私ならあなただけに伝えたい言葉があった。よしよし、順調だね。この調子ならまだまだこれから。春は鮮やかに風が吹き、うまくいってる。ひとひらの花、あ、もう2回ってあった通り。大切なのはこの調子なら私調子なら
で問題ない？今は言えるよ、ありがとう。春は鮮やかに風が吹き、ひとひらの花舞えば。メルベイユ2号店の準備できました。今度は露店ではなく店舗を確保しています。ボスは辞めるよう言ったはずです。イメージがありますので会長と呼んでください。そうでした、ボ会長、以後気をつけます。それでは失礼します。さて、2号店を足がかりにもっと規模の拡大を。コールさん、商売順調みたいですね。ああ、リリーさん、スーさん、はい、おかげさまで。流通網は確保できましたし、売り上げも上々。アダレットでの商売もうまくいきそうです。なるほどなるほど。ところでお父さんは？それはまだですが、立ち止まってはいられません。もちろんお父さんと会うのも大事ですが、私にとっては紹介を大きくすることも大事ですから。お、さすがコルさん、よっ、商売人の鏡。ありがとうございます。これからも
頑張っていくですよ。コルネリア商会の名を世界全土に広め、安価で良質な商品をたくさんの方に提供できるように。はい、応援してますよ、コルネリアさん。あ、そうだ、ねえねえ、私たちが調合したものもお店に並べてくださいよ。利率はこれくらいで、手数料は低めで。そのまま丸飲みはできませんね。手数料はもう少し高く。わあ、なんか商談が始まっちゃった。ほら、邪魔になるから帰るよ、スーちゃん。ではコルさん、この話はまた後ほど。ええお待ちしています。それでは。コルネリア、本当にコルネリアなのか。身長が虫のように小さくなってしまったらしくて、そのせいで母に行方不明と勘違いされたのだとか。とんだお笑い話です。冗談じゃなくて本当に手乗りサイズになっちゃったんだ。コルネリアさんも注意しなきゃダメですよ。じゃないとスーちゃんに飼われちゃいますから。いや、さすがにそんなことは。でも実物を見たら揺らいじゃう気もする。なら気をつけるとしましょう。飼われるのはさすがに嫌ですから。それでコルさん、今お父さんはどちらに？おお、もう都にはいないですよ。これを渡しましたので。ん？何ですかこれ、旅券？
故郷キルヘンベルへの旅券です。もっといろいろと聞きたいことはありましたが、それは母も一緒にと思いまして。そっか、きっとお母さんも喜んでくれますよ。コルネリアさんはいつ故郷へ戻られるんですか？そうですね、まだ当分先になるでしょうか。商売が軌道に乗ってきたところですからね。今ここを離れるわけにはいきません。戻らなくて。今まで私のことを待たせた罰です。今度は私がお父さんのことを待たせてあげます。そうなんだ。多分いつまででも待っててくれますよ。というわけで、お二人にはまだしばらくお世話になるかと。リディさん、スーさん、今後ともぜひ我がコルネリア商会をよろしくお願いするです。こんばんは。そろそろ店じまいの時間です。早く寝ないと背が伸びませんから。どれを買ってくれるです？これ以上は登録できないです。今あるものと入れ替えますか？これでいいです。入れ替えておきました。どれを買ってくれるです？これでいいです。毎度ありです。毎度ありです。また来てください。首と背を長くしてお待ちしていますので。